オッスどうもモゼイムです。マリカだぜ。今回からお久しぶりにスカイリムのクエストモッドを実況していこうと思います。また無茶なことを。うつ主の忍耐力じゃシリーズものは続かないってわかってんだろ。まあそうなんですけど、せっかくスカイリムのモッド環境を整理したんで、ずっとやろうと思って手をつけれてなかった。クエストモッドで遊びたいのです。遊べばいいじゃん。いやしかし私は YouTuber ですから、せっかくなんで実況動画を上げようと思った次第です。実況するのはいいけど完結させろよな。了承します。絶対しろ。ということで今回からスカイリムのモッドクエスト、クロックワークをプレイしていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。いやー、このクエストずっとやってみたかったんですよね。結構前からあるモッドだよな。インストールはしていたのですがプレイしたことはなかったんですよね。ついでならぬ罪モッドだな。ちなみにフォロワーはロゼッタちゃんを連れていきます。ロゼッタちゃんはヒーラーなんで近接ビルドにとってはめっちゃ重宝します。あと可愛い顔で選んだだろ。あと武器は南蛮立ち会というやつを使ってます。これはアンカーさんという人の MC をアニメーションを導入するとついてきました。この刀を持ってると戦闘アニメーションがモンハンの太刀になります。アンカーさんのモッドはパトロンで入手できるぞ。防具はブーディー装備一式ですね。ほんとこの装備好きだな。元芸やってないくせに。この装備のデザインはマジで神ですわ。それとあと一つがパンティ。そんなもん拡大するな。パンティが装備で一番重要です。いやパンティの金額エグすぎだろ。まあ使用済みですから多少はね。うるせえ。ソリチュードで家買ってもお釣り来るぞ。パンティは家よりも高し。それではクエスト進めていきましょうか。クロックワークは一定レベルに達すると配達人から手紙が届き、このベロシ山脈のトンネルにお宝があるという内容が書かれてます。ここはバニラになかった洞窟だな。ここからのスカイリムの景色は綺麗で名残惜しいですが、しばらくスカイリムとはお別れになりそうですね。出口見つけないと帰れないのか。ならこのシリーズは絶対完結させないといけないな。頑張りますよマリサさん。それではレッツ冒険と行きましょう。うお、出口が塞がれました。マジで帰れなくなったじゃん。どう頑張っても戻れなさそうですね。物理的にシャットアウトされるのか。なかなか作り込まれてますねこのモッド。一体このトンネルには何があるんだろう。ちょっと暗くて見えにくいですが、トンネルにはブーマーの遺跡がありますね。メレシック時代ベロシ山脈の地下にブーマーは町を築いていたらしいぞ。おお、歴史を忠実に再現しているというわけですか。と感心していたら雲発見。ジャイアントフロストスパイダーか。なんか名前にカースドってついてますやん。呪われたジャイアントフロストスパイダー。これ絶対強いやつですわ。とりあえずシャウトで凍らせます。あ、やべ、全然効いてねえ。フロストだから氷耐性があるのか。ファイアブレスにしたらよかったです。シャウト溜まるまで粘るんだ。シャウトっておまけみたいなもんだと思ってましたが、アルティメイトコンバットやインパセキロコンバット入れてからゴリ押しするのが難しくなって結果シャウトの価値が上がったんですよね。シャウト強化モッドも入れてるしファイアブレスがめちゃ強いんだよな。よし、そろそろシャウトのクールダウン回復しますよ。あれ？全然食らってませんやん。カースドってついてるからこの鬼も耐性あるのか？そんな殺生な。そう、仕方ない。普通に小細工なしで戦いますか。こいつ体力めっちゃ多いな。ああ、スタミナがゼロになっちゃった。インパセキロコンバットの影響でスタミナが0になるとダウンするんですよね。しかも相手の攻撃でスタミナが削れるようになるので、かなりスタミナ管理が大事になってきます。こいつのスタミナ削り力半端ねえ。全然攻撃する隙がないですよ。幸いあいつのダメージはそこまで高くないから、地道にちょっとずつ削っていこう。よし、そろそろ決めますよ。ふん、序盤から強敵でしたわ。1対1だから良かったが相手複数いたらやばかったな。ほんとそれですわ。っていうかロゼッタちゃん行方不明なんでもっと強いやつ出てきたらやばいっすよ。そういえばこの洞窟入ってから見てないな。クロックワークはもしかしたらフォロワー来れないところなのかもしれません。ヒーラーなしは結構しんどいぞ。まあポーション60個ぐらい持ってきたんで最悪なんとかなるでしょう。にしても一人でこんな暗い洞窟探検するの地味に怖いぜ。幽霊とか出てきそうですよね。さすがにそれは。出た。いやいやマジで出てますやん。え、なにこの人マジで幽霊なん。いや絶対幽霊でしょ。あんな化粧濃い人幽霊か上沼恵美子ぐらいですって。上沼恵美子幽霊と一緒にするな。うわさっきまでいたのに消えてる。え、クロックワークってもっとブーマー関連のクエストだと思ってたのに。まさかのホラーゲームやったんか。さっきの人がいたところ血だまりになってますわ。この先進むの怖くなってきたぞ。なんか儀式やってそうな部屋発見。え、どうしましたマリサさん。
この頭蓋骨今動いた気がする。いやいや怖いこと言わないでくださいよマリサさん。頭蓋骨が動くわけ。いやめっちゃ動いてる。めっちゃ頭蓋骨動いてますやんマリサさん。だから言っただろ。うえー、すごく気持ち悪いっすねこいつら。絶対このトンネル呪われてるだろ。一刻も早く抜け出さねば。お、あそこに誰か人がいます。手遅れだったか。カーミラさんっていう方だったんですね。あれ？この人配達人からもらった手紙の差出人じゃないか。ま、マジっすか？この人もこんな奥まで来てたんですね。一体どんなアイテムを持ってるんでしょう。当然のごとく死体を漁るな。大したもん持ってねえっすわ。不謹慎なやつめ。あ、でもここにメモがありますね。どれどれ。この人も幽霊に遭遇してますやん。幽霊に追いかけられてここで力尽きちゃったのか。ま、まずいっすよ。私たちは早くここから脱出しないと。だな。カーミラさん、私たちは先に進みます。お元気で。死人に元気もクソもないけどな。てかこのトンネルは一体どこに続いてるんでしょう。あまりにも広すぎ。え。いや、やばい目の前にさっきの幽霊が。な、何やってんだモデイム、さっさと逃げろ。いや金縛りっていうかカメラ固定されて移動もできないんですが。おいおいおい、めっちゃ幽霊近づいてきてるやん。来ないで、幽霊ちゃん来ないで。ナムアミダブツナムアミダブツアーメン。将軍様、マーラ様、ディベラ様、キナレス様、アカトリ様。とにかく神様を助けー。いやお前それ死亡フラグだから。あ、もう目の前まで来てますやんか。あかん、これもう終わったわ。終わったとか言わないでくださいよ。でもマジでこれもうダメそう。うわぁ。なんか大丈夫でした。一体何だったんだ今のは。さっきのは何だったのかわかりませんが、マジで怖すぎでしょこのクエスト。ここさっきまで空いてたのに急に柵出てきたな。怪奇現象起こりすぎでしょ。とりあえず一旦戻るしかなさそうですね。先に進めないしな。あれ？さっきまでこここんなでしたっけ？か、カーミラさんの遺体がなくなってる。おえ、この骸骨頭が180度回転してますよ。不気味すぎる、一体何が起こってるんだ？確かに気味悪いですね。もう動くのも怖いですが、来た道を戻るしかなさそうです。それしか方法はなさそうだな。む、こんなところに骸骨が。さっき来た時には絶対なかったですよこんなの。口から手が生えてるやんか。おぞましすぎる。うお、今度は骸骨のアーチ。もうここまで来たらなんか前衛骸骨アートに見えてきましたよ。骸骨アートってなんやねん。お、ここ登れそうですね。ここもさっきまでこんな骸骨の山なかったよな。炎もなんか青いし薄気味悪いですが進んでみましょう。再び骸骨アート発見。なんかみんな仲良く手を取り合ってますね。骸骨に慣れすぎたからかちょっと微笑ましく思えてきたぞ。ですよね。なんかこのアートはちょっと格好うわ。骸骨が動き出しました。この骸骨動くやつだったのか。普通に敵だったんですね。しかもスケルトンデスロードとかめっちゃ強そうなやついますやん。ほんとだ、こいつらかなり強そうだぞ。今僕たち使ってるんですが、まだこの立ちの前いまいち掴み切れてないんですよ。モンハンと同じモーションだろ。モンハンやってた頃を思い出せ。ああ、中学生の時ライフで PSP 充電しながらモンハンやってた思い出が蘇ってきました。どこでモンハンしてんだよ。通りすがりのおっさんに電子泥棒で捕まるぞって言われましたね。ライフが嫌いになりました。いやライフに罪はないから。そんな私はマックスバリュー派。ライフも行け。結構奥まで進んできましたよ。骸骨の数が凄まじかったな。まあでもファイアブレスが効果的面なんであんまり苦戦はしないですね。両手武器だとシャウト結構使えるな。両手武器とシャウトの組み合わせいいですよね。シャウト強化モッド入れてるので他のシャウトも集めていきたいです。なら早くここから出ないとな。この先緑水晶の湖って書いてますよ。おお、やっとトンネルから抜けれるのか。結構地中深くまで来ましたね。一体どれだけ下に続いてるんだろう。だいぶ階段降りてる気がします。これだけ進んで本当にスカイリムに帰れるのかな。絶対帰りますよ。そうだな。てかめっちゃいい景色じゃないですか。おお、地下にこんな空間が広がってたのか。確かに湖になってますね。下に行ってみようぜ。ちょっと待ってください。霊体化をセットして。これで行きましょう。霊体化中は落下ダメージ無効化なるんだったな。そうですよ。このシャウトはかなり便利なので全土バキン必須です。にしてもここは寒そうだな。地面凍ってますからね。このブーマーの遺跡っぽい建物に入りましょう。ちょっとクロックワークっぽくなってきたじゃんか。ほんとそれですね。湖にはさすがに幽霊も出ないでしょうし。お、広大な湖の景色いいですね。やっぱスカイリムは絵になる。どうしたモゼイム？いや今湖の下に人影が。出るー。めっちゃ幽霊下にいますやん。誰だ湖には幽霊出ないって言ったやつは。
お前だよ。風化めっちゃついてきますやん。まさか湖の下から追いかけてくるとはな。そんなにこのプーディーのパンツが見たいか。いや、そういうことじゃないから。とにかくあの変態ストーカー幽霊から逃げましょう。一応女性だからな。なんかスカイリムでよく見る縦長の建物ありましたよ。この橋を渡って移動すれば良さそうだな。前方に骸骨発見。相手弓持ちなんでこっちも弓で応戦しましょう。狙いを定めて発射。いや、ダメージが地味だな。あんまり弓スキル育ててないんですよね。もう面倒いんで普通に戦いますわ。最初からそうしろ。後ろにも骸骨いるじゃないですか。やばいやばいやばい、どうしようこれ。とにかく前のやつから倒す。おい、そんなとこまで行ったら落ちるぞ。言わんこっちゃねえ。死ぬかと思いました。焦りすぎなんだよお前は。とりあえず回復してリベンジです。まずは1体目。相手の攻撃はガードで受け流して、反撃開始です。この赤い斑点が出てきたら入札可能の相手。おお、体力削り取らなくても敵倒せるのいいな。私は赤炉もプレイしてますからね。モンハンも赤炉も極めた私に資格はないぜ。これスカイリムだけどな。では最後の一体も倒して先に進みましょう。一体一体はそんなに強くないから、囲まれても焦らないことが大切だぜ。この先に別の道がありそうですね。うわ、またトンネルになってますよ。もうトンネルは嫌です。だが他に道はなさそうだし、トンネルに入るしかないぞ。絶対幽霊出るでしょこれ。いや、もしかしたらさっきの湖に閉じ込められてるかもしれない。なわけねえ。普通にいてますやん幽霊。どうやってあの湖から抜け出したんだ。いや、幽霊だからなんでもありなんですって。てかめっちゃ怖いんですけど。ずっとついてくるやんけ。ダッシュダーシュ、全力で逃げますよマリサさん。いや、もうさすがに追いかけてこないんじゃ。いや、してますやん。幽霊は追いかけてくるもんなんですよ。こっちは全力で逃げるしかないんです。幽霊には無力なんです人間は。まあまあ落ち着けも霊夢。とにかく逃げるぞ。合点承知の助。やばい、サイレンの音がでかくなってきてます。うわ、なんだ今の音。ああ、トンネルが崩れていきます。早く逃げないと瓦礫の下敷きになるぞ。やばいやばい、マジでどこだ出口は。行き止まりじゃねえかここ。台路も立たれましたよ。やばい、閉じ込められたぞ。ここか、この壁か隠し通路は。いや、ダークソウルじゃないんだから。あ、こっちに進めそうですよ。やっぱダメでした。おい、あ、この奥行けるようになってます。おお、ようやく出口っぽいとこ発見したじゃないか。お願い、外に出して。おお、ようやく外に出れました。やっと出れたな。てかロゼッタちゃん、今までどこにいたの。迷子になってたのかな。まあ可愛いから許す。お前ってやつは。でもトンネル閉鎖されちゃいましたね。瓦礫の下敷きになる前に抜けれてよかったぜ。でも一体ここはどういうところなんでしょう。おお、あれクロックワーク城じゃね。おお、すごい、クロックワークの文字が浮かび上がってる。なんかハリウッド映画みたいな映像だな。演出がすごすぎる。いや、マジでこのモッドプレイするのより楽しみになってきた。この先に何が待ち受けているのかワクワクしますね。まあでももういい時間だし、続きは次回にするか。そうですね。それではご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。